元日本代表が町田を支持、黒田サッカーを批判するやつ派。日本代表 OB 栗原氏派、人それぞれの考え派あっても町田のサッカーを批判するのはおかしいと思いますと語る。時間を使うのも、ロングスローも戦術といえば立派な戦術。ルール違反をしているわけではない。未来のサッカー界のことまで考えれば厳しい声が出ることもあるかもしれませんが、理想と現実的な考えの差、町田派それを受け入れて、対応しているだけだと思います。愛南が1位とかやめろ。強いとは思うが魅力派感じないタイプのサッカーだわ。もっともあれが1シーズン続くとも思えないが。はいはい負け惜しみ。町田の球際あたり全振り派見習うべきとこもある。黒田が代表監督になったらワールドカップベスト8狙えると思うわ。結果にコミットするサッカー派代表向き。アンチサッカーの是非派ともかく、手段選ばずに勝つための最善策練るだけでここまで強くなるんだなって。弱者が弱者なりの勝ち方追求して何が悪いのかー。